いや今日はね、久々に靴、うん、お珍しいですね。珍しいでしょ、うん、まあ今までやってきましたよ、いろいろ。だけど俺エンジニアしか履かねえ、うん、ね、っていうか最近確かにエンジニアしか履いてないから、うん、まあ俺の愛用のエンジニアだったり次に欲しいエンジニアっていうのをやってきたんですが、うん、まあちょっと以前ね、そのスタイリストの雄三くんにちょっとっていうあれ七変化会、そう七変化会があったでしょ。で七変化会の時に、あ、やっぱりいろんな格好に革ジャンって合うんだと思って、まあ、いろんな靴に挑戦しよう、うん、まあね、当然ね、革ジャンにスニーカーとかもいいんだけど、俺スニーカーは履かないんで、だいたいやっぱり靴ですよ、あの革靴、うん、だけどくるぶしを出す単靴は履かないんで、やっぱりブーツになるわけね。かといって、まあ、網上げも持ってるんですよ、ローカーとかいっぱい、うん、ね、例えばジョブマスターとか、うん、まあ、そういうのも持ってんだけど、それじゃああまりにも芸ない。だって普段さこれじゃん俺、うんうん、足元ね、はい、まあ、今日はペコスですけど、いつもエンジニアがだからプルオン、うん、ね、レースアップっつったって雰囲気変わんねえんじゃん、ごついのは一緒じゃんというわけでですよ、今日は、はい、革ジャンの足元をきれいに見せるブーツ、なるほど、うん、を やろうかなと、うん、思ったわけよ。面白い。でね、ちょっとふと問題が起きたわけ、うん、それを一応動画でさ、このように出したいじゃない、うんうんうん、こういう足元になるんですよ、うんうん、って言った時のパンツがね、まあ、それだとね、そうでしょ、ですよ、ね、うん、これだとどうかなと思うじゃない、うんうんうん、行ってきました、急遽ユニクロに、おう、うん、ほら、いいですね、ね、らしくない、そう、この名前ね忘れた、アンクル、ちょっと待って、スマートアンクルパンツ、お、スマートアンクルパンツ、うん、3,990円、安い、うん、そうそう、ユニクロね、うん、俺もさこう靴下だったり、うん、ちょっと T シャツだったりとかっていうのは行くんだけど、うん、なかなかこうパンツ履いてないことなかったんだけどさ、うん、今日見てちょっとね改めた考えを、うん、だってさ俺らってさ革ジャンとかさブーツにすげえ金かけるじゃん、たまにはさ、いや、パンツとかにさ安いに越したことないじゃん、まあ、もちろんって思ったりする俺もいる、うんうん、ね、まあ、当然すごいしっかりしたパンツもいいけど、ちょっとこういうユニクロとかのパンツも全然ありだなと思って、うんうん、なんでね、ちょっと後でこのパンツに合わせてそれぞれ、ああ、ちょっと見て、こんな感じ、ね、ちょっと違うけど、うんうん、そんなに急激に違わない、はい、いい感じのちょっときれいめなブーツを、なるほど、うん、ちょっと用意してみたんでね、ちょっと皆さん楽しみにしててください、イエイ。まあ今日はね、はい、まあ、この6足のブーツ集めましたよ、うんうん、はい、まあ、俺が今履いてみたい、うん、もしくは俺ね持ってる私物も入ってます、あ、そうなんですか、うん、俺の好きなちょっときれいめブーツ、うん、ほうほうほう、っていうかさ、きれいめブーツっていうと、うちの本当にセカンドの革靴の特集みたいに、うん、例えばさ、いきなりジョンロブとか履かないじゃん、ね、ハイエンドハイエンドすぎるじゃない、ね、そうじゃなくて、うん、なんかまあいわゆる俺らの見知ったブランドではあるんだけど、うん、こういうチョイスをするとまたちょっと違うパンツに合うんじゃないの、なるほど、革ジャンの雰囲気も変わるんじゃない、うん、っていうようなものを選んでみた、なるほど、うん、だからレースアップもあればそうじゃないやつもあるんだけど、基本的にエンジニアとかそういうのはなし、あとゴリゴリのワーク、うん、もう好きなんだけどね、例えばセミドレスとか、うん、とかあとスモークジャンパーとか、うん、ああいうのは置いといて、まあ、うんうん、もう雰囲気をちょっときれいめにしたい、なるほど、うん、時に俺が履きたいっていうやつをね、ちょっとこう紹介していこうかなと思うんだけど、うん、まずこれ、これね、サイドゴア、はい、かっこいいですね、それサイドゴア、うん、サイドゴア好きよね、好き、うん、これはメーカーズです、あ、やっぱ、うん、で、かっこいいっすね、俺何回か履いてんだけど、やっぱいいの、綺麗じゃない、綺麗、ほら、いいですね、うん、で、俺正直言えばサイドゴアってこれしか持ってない、へ、うん、ほとんどね履いたことないんですよ、あ、そうなんですね、もったいない、うんね、だけどこれだとちょっとこう見せても綺麗だし、うん、でとにかくやっぱメーカーズの特徴って形が綺麗なんだよね、はいはい、やっぱね代表のそのデザイナーの手島さんってもう何回もこう眺めるんだって靴を、
作る時にデザインする時とかもうその家庭家庭でそして形をこう自分の理想に近づけていくという感じ。だからさいろいろなサイドゴアあるじゃないですか、うん、で俺もライトニング紹介するんだけどその中でもやっぱ綺麗かなと、うんうん、確かに。もでもこれがあまりにもピューとかになるとさ、うん、おいおいお前どうしちゃったんだみたいなそう言われたくないからね。確かに。いい塩梅なの俺にとって、うん、で俺結構たまに履いたりしてたんだけどこのゴアがビロビロにならない。あんまり、ね、うん、確かになるやつもありますよ、ね、そうすぐなっちゃうやつあるじゃん、うん、ほらもうなんかすごいしっかりしてるんだよ。だからホールド感もいいっていうか、はいはい、そっと入れた時にね。なんでもう悲しいことにこれに合ったパンツをほとんど持ってないんだけどこう俺の太いからさ、うん、パンツが、うん、結構クラシカルなデニムとかも履くんで、はい、そうするとエンジニア履いてんのとほとんど一緒なんだよねだからこういうのだったらちょっと細身のうん、パンツとかってありかなと。ああ確かに、うん、思うのよメーカーズね。確かにさっきのテーパードのパンツは合いそうですね。そう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 、だからちょっとテーパードに今日は合わせてみようかなと。なるほど、うん、なんか今出てるかなこの辺にこんな感じになります。どっちにだ、どっちに出るのか分かんないけど、うん、こっち、うんうん、っていう感じなんでちょっと変わるかな印象が、うんうん、で同じメーカーズつながりです、うんうん、これそっちもメーカーズ。メーカーズです。これも私物です。これコードマン。うん。まあプレーントゥーの、うん、タイプですね。いいですね。うん。かっこいいな。これかっこいいでしょ。うん。何回か履いてます。ね、履いた感ありますね。そうん、そう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 。なんだろう本当にこれ冗談抜きで、うん、年末年始に履きたくなるっていうか。ほう。だから会社に行くとなるともう普段と同じようなガッガってこうエンジニアだったりするんだけど。ちょっと初詣行っちゃうかなとかなんかちょっと本当に遊びに、はい、普段遊びになんかいろいろ街に出ることないんだけど俺もう取材で行っちゃってるから、うん、でもなんか年末年始でまた違うとこ行ったりするじゃん、はい、なんかそういうとちょっと履きたくなる。へえ、うん、いいですね。いい、これはやっぱり綺麗ですよ。また綺麗ですね。すごい綺麗じゃない。晴れ着みたいなもんですね。じゃあそう晴れ着です俺の見てまたこれ A2 ともさバッチリじゃない？ああ確かに確かに。うん、でチノパンともうドンズバじゃない？これ。ドンズバ。うん。でこの色も良くて、すみませんこの色ちょっと調べておきます。ここら辺出てます。なんとかブラウンとかっていう名前がね。あ、あるんですね。あるんです。へえ。うん。だけどこの靴だけはちょっと特別っていうか。なんで皆さん本当ねメーカーズの靴履いたことない方はちょっとおすすめですよ。いや俺も履いてみたいんですよね、うん、すごく綺麗でしょ。あちょっとほどけちゃったけど、うん、これはおすすめです、うん、本当に A2 に合うからこの色がいいって言って、あそういう手島さんにそう A2 に合わせようと思ったんです。今着てる A2 のリブの色とバッチリですね。バッチリだよね、うん、なんで A2 って、まあ、大体これタバコブラウンですけど、うん、シールブラウンラセットブラウンどんな色でも合いますよ、うんうん、あとはちょっと茶色いエンジニア、ライダースだったらね、うんうん、結構いいかなと思うんだよね。これがメーカーズ、はい、まあ、だから俺、まあ、その手島さんが友達っていうのもあるんですが、うん、綺麗めな靴を履こうとするとですよメーカーズに頼りがちうん、うん、な部分はある。なるほど、うん、っていうね。あともう一個次これ見てください。それなんか気になってたんですよ。何ですかそれ。これはローリングダブトリオですね、はあ、うん、グリフィン・ジョドファーっていう。ええ、ジョドファー、ジョドファー、うん、面白い名前。あのねジョーバブーツ、あーこれはお借りしました。サンプルなんだけど、かっこいいでしょ。それねかっこいい、うんうん、俺ローリングダブトリオの靴実はすごい好きで、うん、まあメーカーズのエンジニアも 2,3 足持ってるんだけど、うん、ローダブのエンジニアも 2,3 足持ってるわけ。でどっちかっていうとやっぱりメーカーズよりもよりワークっぽいっていうか頑丈、あのコバがガビッと張り出したエンジニアとかも結構あったりするわけよ。あの俺が履いてるのはルーツエンジニアっていうのとグリフィンエンジニアっていう、グリフィンはシュッとしてる、この前の川命っていうライトニングの表紙飾ったやつなんだけど、はいはい、あれそうなんですね。そうそうそう、俺の私物なのよ。あ、へえ。で、ルーツエンジニアっていうのはよりもっとコバが張り出したいわゆるワークっぽい感じなんだけど、これってね綺麗さの中にどこかワークっぽさも残してる感じがするわけ。何なんですかね、やっぱコバが張ってる、コバの張り方とか、それも厚いですかね、ちょっと。そう、
っていうのもあるし、このソールとかヒールの感じとかで、そういうイメージ、ね、これ乗馬ブーツなんで、もともと乗馬ブーツをベースにちょっとモディファイしてるんだけど、それでもなんかちょっとワークっぽい感じがする。そうですね、両方、うん、綺麗だけど、すごくだからなんか俺にちょうどいいなって。なるほど、確かに、うん、だかこれにさ、この前のその七変化の回じゃないですけど、ちょっとテーパーした黒いパンツに黒いライダースとかでも全然ありじゃないですか。あれとかいいんじゃないですか、あの J100 のコーデとか。そう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 、ああいうのに合うじゃん。でここら辺がバッて見えててさ、これが逆になってて変にエンジンチェーンズ全く見えないでしょって。確かに全然見えない、うん、これはすげえ気になってて、どうしても貸し、もう貸してほしいって、ローリングダブトリーにお願いしてサンプル送ってもらった。へ、うん、こういうのかっこいいな、かっこいいな。なんかこう座敷で飲んだ時にさ、パッてこう脱いだ時に、あれあいつちょっと違くねっていう感じにならない。なんかこうすごくこう上級者感のあるベルトの巻き方だと思うね。確かに、うん、ね、これはすごくちょっと俺が気になってる感じ、うん、でグリフィンってつくやつ、グリフィンエンジニアもそうなんだけど細いんですよ、こうナロー、うんうん、グリフィンってそういう細身の、あの最近だからグリフィンキャスパーとか、うんうんうん、グリフィンエンジニアでグリフィンジョドバー、全部その同じラスト使ってるんですね。木型の名前、そう、木型の、うん、名前です。でこう細身でっていうか、俺はすごく気に入っていて、うんうんうん、あのグリフィンエンジニアもすごく履いてるんだけど、うん、それまたちょっと雰囲気が全然違う。なるほど、うん、この選択肢は結構おすすめかなっていう。それかっこいいですね。かっこいいよね、これいいなと思って。やっぱりね、しっかり重いですよ。あ、うん、やっぱりこのなんつうの、軽いからどうとか重いから偉いとかそういうんじゃないんだけど、うん、すっげえずっしりくるの。へえ、うん、やっぱこのソールとかヒール、はいはいはい、ね、ここの、まあ、全部そうですよ。このやっぱソールが重いんだな、うんうんうん、これで、まあそのローリングダブトリオ、うん、まあこれはもうね、知ってる人もいっぱいいるでしょ、うん、キャスパーです、うん、人気らしいですね。人気、これは綺麗っていうか、まあなんて言うんだろう、でも全然これだとエンジニアっぽいじゃんって言うんだけど、ここら辺まで見せて、これサイドジップになってるんだよね、ここが、うんうん、なんでサイドジップがないと履けないんですよ、細いからね、うん、だからその分シャフトがクッと締まってる、うん、だからこそこのシェイプが実現してるっていうのはすごく好き、へえ、うん、でクロームエクセルのタイプも結構あるし、うん、なんだけどこれはあのホースフロント使ったモデルですね。で見て、ここにさ、ほら、あのつなぎ目がないんですよ、うんうん、だからキャスパーっていうのね、これ、どういう、あのなんかヌメっとしてるから、うん、あの漫画のキャスパーって、映画のあとアニメのお化けの、はいはいはい、ぽいっていうことでキャスパーって名付けられてる、つなぎ目のないぬるんとした感じっていう感じでね、うん、だからこのつなぎ目がない、わかるかな、本来こういう風なつなぎ目ってブーツってできるんだけど、はいはいはい、このシャフト部分とこのアッパーの部分、それがないから独特のシワの入り方するわけ。これがエモいこれがエモいね。いやでもそれかっこいいよ。かっこいいでしょ。いやでも人気な理由もわかる気がする。うん。かっこいい。でこれは比較的わかるかな。こう丸っこいっていうか、うん、これはこれの形すげえ好きなんだけど。すごくワークブーツっぽいですよね。うん。でこの前レザーズデーの時に限定発売した、限定受注取ったグリフィンキャスパー。あ、それもグリフィン、まあ、あのこのこういう感じのキャスパーなんですよ。あ、じゃあもうちょっとシュッとした、シュッとしたキャスパー、うん、それねいいなと思ったんだけど、忙しさにかまげてもう受注終わってたレザーゼの時に受注したいなと思ってたんだけどね。でも俺、僕はどっちかっていうと、うん、こっちのオリジナルキャスパーっていうんですか、これ好き、うん、そっちの方が、これはもう本当にいいんですよ、うん、うん、いやいいな、これ、これいいでしょ。だけどこれだけでもちょっと足元がエンジニアと全く変わるから、うん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 、ここまで隠しちゃってブーツカットにしちゃったら分かんないですけど、あ、まあまあまあ、うん、
でもなんかここら辺までの丈のパンツとかちょっとこうロールアップしてね、まあ、確かに、うん、バーって見せるだけで全然雰囲気違う。これ本当に大好き、うん、なんでこれ見てる人もキャスパー買いましたとか、うん、俺のインスタにもねなんかキャスパー買いましたとか、レザーズデーで予約しましたなんていう人結構いるんだけど気持ちわかる、うん、うん、これはまだ手にしてない人はぜひね一回履いてみてほしいっていう感じで、ちょっとね今順番はこういこうと思ってたんだけどサイドジップつながりでほうアディクトブーツです。おお、いやそれもかっこいいんですよね、好みだな、これかっこいいよね、かっこいい、これは今回お借りしました。うん、ほら前に行ったじゃん名古屋、うん、あの時にもさ結構ブーツあったじゃん、うん、俺ねアディクトって革ジャンとかはいろいろ見てたんだけどブーツってエンジニアぐらいしか知らなかったんですよ、うんうんうん、あることを、うん、そしたらさサイドゴアもあるし、うん、でサイドジップがあるって知らなかったからこれかっこいいなと思って、うんうん、ジップウエスタンブーツです。あ、ウエスタン、ウエスタン、あでも確かに、まあ、ウエスタンローパーっぽいですよね、ちょっとこの革のカットというか、うんうんうん、そうここら辺のさカットの雰囲気とっていう、うんうんうん、でやっぱりこのサイドジップになっててですよ、ほら、うんうん、ちょっとあんこ入っちゃってますけど、はい、でこのシャフトの細さと、うん、なんかねここの部分とここのシャフトの部分の毛足が違うんですよ。あ、へえ。なんかへ同じ色なんだけどなんとなくツートーンに見えるっていう、うんうん、分かる、まあ、ここ光の加減で、うん、そう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 、うん、ちょっと触った感じもなんかねそういう感じがするのよ、うん、ほうほうほう、うん、俺の気のせいかもしんねえけどあでもそんなことないな、やっぱり違うよね。あ確かに確かに、あ確かに、うん、微妙に色も違うのかな。いや毛足の質感じゃないですか、うんうん、で色が違って見えるのかな。そうこれありだなと思ってやりますね石野さん、うん、やるよねこれ、すげえかっこいい、よくねっていう、うん、かっこいい、うん、いいな、いいよね、いいな、キャスパーもいいけどこれもいいな。そうだからやっぱサイドジップならではのこのシュッと感が出てくるっていうか、うん、なんかこのこれがさ急じゃない、急っつって、そうですね、うん、ここは補正分、うん、これがまた美しいね、ちょっとやっぱそれもポッテリ気味ですか、ワークブーツっぽいというか、うん、そんなにあんまりウエスタンウエスタンしてないですね。あ、いやそれいいな、うん、これいいな、いいですね、うん、ちょっと今この辺に出てるんじゃないですかね、履いてんの。ちょっとこれを撮影した後にああいう撮影ってするからまだ履いてないんだけど、うん、履いてみたいと、うんうん、思う。あこれは絶対それいいと思う、うん、このスウェードってさ茶色い革ジャンにも合うし、俺さよく黒い革ジャンにあのスウェードのエンジニアとかも合わせたりするから結構何でも合うんじゃねえかな、うん、確かに、まあ、普通にそれジーンズで合いそうですよね。ああわわわわそのでもアウター上を、うんうん、上が黒だろうが茶だろうがもう全然、でもジーパンすげえいいと思いますよ、うん、これね女の子も可愛いかもしれない。あ可愛いかもしれない、うん、これねスカートとかね、そう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 、そういうのにもすごくいい。いやちょっとねいいですよ、いいっすね、うん。そんでこれね、おこれなんですか、レース22のブラザーブリッジのヘンリーっていうモデルです。へえ、うん、今回俺ねクラッチで16ページでブラザーブリッジ紹介したんですよ。ほう、うん、あの3代目 J ソウルの人が表紙の号、うん、はいはい、うん、あ面白いなと思って、自社ファクトリーを持ってて、うん、で自社ファクトリー持ってる靴やってそんなにないから、だいたい外注なんですよああいうのって、うんうんうん、だけどその自社ファクトリーできちんとやってるっていうね、そのものづくりの観点も素晴らしかったし、これで使ってんのがバケッタレザーなんです。あのもうタンニンギュンギュンに入れたような、だからタンニンが結構染み込んだ、うん、固めので、これで履いていくうちにねすげえ反り上がってくるのギュッつって、うん、ギュッと。このインソールに、うん、あのシャンクはすごい硬いんだけど、インソールがすごくこう柔らかいものを使っていて、うん、だから反り返りもいいんだけど靴の作りはすごいしっかりしてる。へ1920年すげえ昔のスポーツシューズ、う
うん、ボクシングとかに使われてたようなああいうのをトレースしてるっていうかあのベースにあのデザインモチーフにしてるっていう。でも確かに古そうだな、すっげえ古そうな感じするでしょ、うん、でつま先の小ささというか、うん、古っぽい感じする、ね、古っぽい感じするでしょ。でこれがまた沈んできてさ、ああ履いていくうちにでどんどんそれでこれがグイッてなっていく、ギュイッともうね、そうギュイッと本当はエイジングサンプル見せたいぐらい、ちょうどね工場に行っちゃってたみたいでこのサンプルしかお借りできなかったんですが、でレザーソールね、うん、うん、結構レザーソールのものありますよ。これもそうですし、結構レザーソール多かったですね、うん、パッとこれも、うんうん、でレザーソール貼ったりするじゃないですか。俺貼らないから、うんうん、キャスパーなんか貼る、キャスパー違います、あコルクです、ね、つま先に貼る、そうこれはつま先はあれつってもまた金属の、金属のやつ、ここがレザーですかね、はい、これコルクソールですね、お、うん、ってる、こっちはきちんとしたビブラムの、うんうんうん、っていう感じなんで一番歩きやすいと思いますそうでしょう、うん、レザーソール本当に滑るからね貼った方がいいんだろうけどね、コンビニとかね、うん、スコーンってあの雨の日のさ駅構内のタイルなんてやばいよ、ね、やばいですね、ツーっていくよねそうなのよ。いや結構ねちょっとこう見てきたんだけど、こういうぐらいだったら今までなんていうのかな、こうエンジニアしか履いてない俺でもすぐにでもこう履ける靴、うん、なんかそういうのをイメージして今回集めたわけ、うんうんうん、あまりにもさセカンドの革靴特集に出てくるようなブランドから借りたらあいつ本当にセカンド行っちゃうんじゃねえかってみんなに思われたらすげえ嫌だから大丈夫、そう大丈夫、あのセカンドがいらねえって言われて、いやいやお前いらねえからってそうだからちょっとこっち側なんだけどちょっとあっち側みたいな、うんうんうん、分かる分かる、こっちの世界のそこれぐらいみたいなっていうところの塩梅を今回ちょっと集めてみたんですが、皆さんもねこれ見てる方なんかおね、もっともっとこう社会なんていうんだろう、ビジネスマンの方で革靴とかいっぱい持ってらっしゃる方もいると思うんですよ。だからそういう人だったらそういうのでもいいし、例えばこう革ジャン着る時は大体やっぱブーツだと思う、エンジニアっていうね擦り込みがあるような人でもちょっと違う、この微妙にビジネスシューズでもない、でもゴリゴリでもない、この間ぐらいを狙うとちょっとまた違うコーデができていいんじゃないかなと、確かに、うん、思いますね。靴変えると結構ね、そうスタイル変わりますもんね、うん、なんか俺はそんな時計とかにこだわんないけど、靴変えて時計変えたりすると結構気分変わるみたいなさ、うん、なんか聞くじゃないですか、うん、だからそういうようなもんだと思いますよ。だから少なくともこれ履いてる時は俺言葉遣いも僕っていいぞ本当かよ本当だよ本当なんかもうそういうようなちょっと心が変わるっていうか心持ちが、はい、うん、っていう感じがします、はい、皆さんはいかが思いでしょうか無理がある無理があるそうですね、ちょっといろいろ見てきましたけども、はい、ちょっとこういうのもいろいろ履いていこうかなと思うし、例えばこのコメント欄でこういう靴もっと特集してくださいとかっていうのがあればね、ちょっとあの俺もね全然知らないんで、俺本当に偏ってるんでね、あの物の見方が、なんでちょっといろいろ皆さんからの情報もいろいろちょっと教えていただきたいなと勉強していきましょう、うん、これから思うんでね、ちょっと皆さん教えてくださいということで、ちょっといろいろとね見てきましたけども、いやなんかやっぱいいね、うん、うん、いいですよ。ちょっとほもうこれ撮ってんのがぶっちゃけた話ですよ、うん、年内ね、1923年、あ、2023年のその12月中に撮ってるじゃないですか、うん、だからこれからもちょうどねライトニングも考慮して最後の12月売りを、年末年始を残すのみなんです、うん、なのでちょっとねこの辺りも履いたり磨いたりしてね、はい、ちょっと楽しんでみようかなと、いいっすね、うん、思ってるんで、ずっとねなんかね坂本 D がねこれをね狙ってるんですよ。そうなんですよ、うん、欲しいな手に入んないんだもんそうそう買えないんですよね今ね。なんでちょっといろいろとねこう皆さんもこういう靴を楽しんでいただいたらいいんじゃないでしょうか。いやではですね、今日の動画はこの辺でということで、またお会いしましょう。さよなら。